カール・フリードリヒ・ゲルデラーは、ドイツの政治家。ハンナ・チュンド第二次世界大戦中に、ヒトラー暗殺計画に加わるが、失敗して処刑された。人民法廷で裁判を受けるゲルデラー。手前左端が、ローラント・フライスラー裁判長、ゲルデラーは、プロイセン王国の役人の息子として、ポーゼン県のシュナイデミュールで生まれた。彼は法律を学び、第一次世界大戦後に、 ドイツ国家人民党に入党。1920年から10年間、東プロイ選手の州都ケイニヒスベルクの副市長を務めた後、1930年にライプツヒ市長になる。ゲルデラーはナチスの人種政策に反対し、ナチスと協力した DNVP を1931年に離党した。1933年にはゲルデラーはナチスに、 反対する少数の政治家のうちの一人となった。1936年にナチスがライプツヒが誇りとする音楽家フェリックス・メンデルスゾーンの記念碑をユダヤ人ゆえに破壊したとき、ゲルデラーは再建に尽力した。その後、彼は再選を求めず市長職を辞職した。ゲルデラーは反ヒトラー活動を進め、ヒトラー政権打倒の暁には首相に予定されていた。 しかし彼は、保守的で君主制に賛意を示し、経済的にはリベラルで、反共産主義的であり、ヒトラー暗殺に反対したことからクライザーサークルの若手の反ラチス活動家たちから拒否された。1944年7月17日に、ゲルデラーの逮捕状が出され、8月12日に、投縮した旅館の主人によって密告され逮捕された。 彼は9月9日死刑が宣告されたが、他の共謀者を自白させようとしたゲシュタポによって、何ヶ月も拷問を受けた。彼は1945年2月2日に、ベルリンプレッツェン税刑務所で担当大によって、処刑された。ありがとうございます。